ティッタ、ルッフォティッタルフッタルフォは、イタリアのバリトン歌手。その大勢量と力強い表現力から20世紀前半最高のバリトン歌手の一人とされる。ピサに貧しい金属工の息子として生まれる。若い頃は、父親と同様の職人となるべく、イタリア各地を徒て暴行する。その美声は、職人仲間で評判となり、ローマで親方の勧めもあり。 サンタチェチーリア音楽院の聴講をするに至った。その後何人かの声楽教師に指示したようだが、大部分独学でバリトン歌手としての地方を固め、1898年、ローマ・コスタンツ劇場でノバーグナー、ローエングリンの伝令役で舞台デビューを飾った。その後イタリア各地の劇場を転々としつつ、レパートリーの取得に努め、20世紀を迎える頃には、ベルリー、 リゴレット大名役、同運命の力カルロ役、ドンカルロロドリーゴ役、レオンカバンロ、同ケシュト、ニオ役、トマ、ハムレット大名役などが当たり役となった。1903年には、ロンドンコベントガーデン劇場にデビューして絶賛された。もっともコベントガーデンでは、当時君臨していた、プリマドンナのネディ・メルバが大勢量のルフホとの、共演を忌避し、インゴルフホは、 同劇場から完全に締め出しを食らっている。1903年から4年のシーズンでは、ミラノスカラザにリゴレット役でデビュー、1912年からはアメリカにも進出、フィラデルフィアとシカゴを中心に歌った。メルバと同様の理由で、大テノール、エンリコ・カルーソーがルフほと同じ舞台に立つことを嫌ったためもあって、ニューヨークメトロポリタン歌劇場への出演は、カルーソーの死後、 1922年と遅れたが、結局、メトデも1929年までの8シーズンにわたり、リゴレット役、ロッシーに、セビリアのリハツシ、フィガロ役、ジョルダーのアンドレア・シェニエ・ジェラール役などを歌った。ルッフォは単一の劇場のメンバーとして、活躍するというより、世界各地の大劇場へ客演することを好んだ点で、今日のオペラ歌手にも通じる。 現代的な一面を持っていた。ただ、それが生態の酷使につながった面も否定できない。1920年代後半以降彼の歌唱力は急速に衰えを見せ、1931年、ブエノスアイレスでのハムレットを最後に引退した。引退後は後輩歌手に一切の指導、助言を行わなかったのも特徴的であった。 彼自身独学だったことも原因であろう。1937年に自伝、我が放物線の人生を表した、彼は1953年にフィレンツェで他界した。ルッフォの歌唱法はしばしば歌唱でなく絶叫と批判されたように、19世紀後半から同時代にかけてのバリトン、例えばモレル、バッティスニーニでルーカ、 の滑らかで優雅なそれとは明らかに一線を画するものであり、決して万人に受け入れられたものではなかったようである。しかしそれは、オーケストラの音響が重厚な新イタリア学派の、ショーオペラ、あるいはメトのような巨大な劇場空間では絶大な効果を発揮したとも言える。20世紀中央以降の別記 そしてやがてはカプチルリエと連なる大勢量のイタリアバリトンの系譜を方向づけた歌手ということができるだろう。チッタラフォー。ソチターカーレイピサナ、エスティトゥーツヨネ、クララシューマン、2015年2月23日閲覧。ありがとうございます。